さあ、風は暖かくなってきましたね。じゃあ早速ね、3代目のね、里本さんにね、行ってみたいと思います。よし、湯沸かし直そう。さあ、3軒目が勝本さんですけどね、こっちで、ここか、こんな感じでね、今回のは、神田の煮干し醤油ってことです。最後になんかね、高そうなの来たね、これアラフォーなんでね、塩分は気をつけちゃうのにといけないところがありますよね。やっぱり、ね、アラフォーになるとなんかね、塩分、脂身あるやつも美味しいですよね。まあ油が結構きつくなってくる年齢でもあるんですけど、でもまだまだ油も増えますね。フライもとかも好きですね。ということで、勝本さんですね。これで勝ちますよ。人生勝ちますよ。大逆転狙ってきましょうよ。もうね、負け続けの人生ですからね、それで勝ちの人生にね、つながったってことでしょう。いやー、この動画がね、きっとね、一番いいのは1000万再生ぐらいされてね、あれです。これ1000万再生されたらね、YouTube も終わりだなってなっちゃいますからね。さあ、ということで、ちなみに食塩相当量が 7.1 とか、さっきね、火加減 7.2、こっちが 7.2、7.1 ってことで、21、おー、食塩って1日 10g でしたよね、確か成人男性。あー、ダブルスコアオーバーですか、オーバーキルですね、これ。あー、でもこれはね、一歩への道ですからね。この後なんか汗のかく企画でもやろうかな。なんてこと思うな。ちなみにさっきも言いましたけど、東京ですけど、こっちは神田と書いてありますけど、好きなのが、ここの、あれは、東京の印鑑になってるんですね。勝本の印鑑は。中が一緒かな。そんなに変わんないよね。さっきも同じような感じですよ。いしょ、ネギ、これね、ネギなんだ。で、あ、海苔が入ってる。これを作っちゃいますね。かやくにチャーシュー、こっちがかやく、かやくにチャーシューってなってますね。ちょっと違いますね、これはね。チャーシューと、メンマも入ってますね。ちなみにメンマも入っておって。っていう感じで、かやく、チャーシューがかやくになっとって、今度はネギがかやくじゃなくてネギになってるんですね。結構違いますね。で、これは、海苔は後入れだろうな。で、ネギと、ネギは先だよな。そうですね、かやくとネギを入れますよ。ということなんで、かやくと、ネギを。どんな感じかな。あ、これはネギは東京系です。さっきの、やつと近いですね。こっち系のネギでございますね。なるほど、ね。まあ東京ですからね。こうなるのかな。で、調味オイルと、あ、調味オイルと液体スープで、今回は粉末スープがないんですね。なるほど、なるほど。で、両方とも直前に入れる。スープとお湯が1対1ぐらいの感じになってますね。さっきまでね、調味オイルがちっちゃめでしたけど、これがでっかくなって、ダブル液体っていう感じでございますね。ダブルリキッド、結構違いありますね。こうして見てみると面白いですね。ネギも後のせいって感じでございますね。さあ、お湯も沸いたみたいで、早速湯を入れていきましょう。勝本ってなんか聞いたことあるなと思ったら、昔あれですね、どこだったっけ、カルキ屋だったっけな、職場で、勝本って名前の人いましたね。カッチャンカッチャンって呼んでましたけどね。あれ、カラオケ屋だったって郵便局だったっけな、どうだったっけ、どっちだっけ、ですけど、いたなちょっと今、ふと思い出しました。いやいいですね。で、5分、5分、ライスタート。で、温めないとね、危ない、危ない、危ない。よし。じゃあ、5分間待っていきましょう。あんまり話すこともなくなってきたんで、早くできます。
さあ、ご無沙汰しました。前半で測り出したの使ったから、もう止めてもよかった気もしますけど。さあ、温まりましたし、おぉ、じゃあ、さあ、開けた感じは、今のところは、結構さっきの、一頭と、近い感じがありますけどね。さあ、どうかな。まずは麺をほぐしてね。よしよし。ここで麺をほぐりやすいな。あれか、ちょっと時間経ってるからかな。で、あとは今回ダブル液体やから、まず液体スープを取る。おい、濃いね。あとは東京の醤油だもんな。ここに入れて、おー、オイル、あとはオイルってなってましたもんね。熱々だ。おー。よし。これはもう、このまま、そこですね。軽く絡ませて。あ、美味しそうじゃないですか。あ、全然香りも違う。やっぱ3種類全然味が違うんで、これはありがたいですね。で、どうしよう。ネギちょっと後入れにしようかな。まずちょっとこれいただいてみましょうか。あれ？そしたらほら、映える。うちのチャンネルに映えを求めるのかわかりますけど、ノジは、お、1枚じゃないんだ。何枚入ってるの？ 2 枚入ってますね。いやー、2枚。本当に。はい、じゃあいただきましょうか。いただきます。海苔があるだけで、なんか一気にトッピング感増しますね。まずは普通に。うん。うん。さあ、上品な、醤油の香りと、煮干しだね。結構しっかりと、煮干しの香りしてきますね。で、海苔との相性、これはね、絶対海苔との相性いいですよ。うん。熱っ。オイルがしっかり入ってるんで、うん、熱いですね。よいしょ。うん、より熱々感が。オイルが結構しっかりと膜張るんで、あんま熱くなりにくそうですけどね。まあ、結構海苔に油がビタッとつくってますね。どうなる？うん。うん、濃厚。全体が浅いなんで。あそこに海苔で圧縮が最後も。うん。濃厚すぎることにはならんのがいいですね。熱い！オイルが多いんで、喉越しが、すごく、さっきまでのやつ以上に熱く感じますね。でっかいネギも入ってますね。こっちはちょっと大きめのネギも入ってますね。あ、普通にね、こんな感じでね。こっち食った方がいいのか。食ってるとこ全然できてなかったんだな。改めるために今更だよな。3杯目で気づくないな。やっぱスープも飲んでるんで案外膨れますね。麺だけだと全然余裕っぽいですけど、麺の太さ的にはこれ5分でしたけど圧倒的に細いですね。不思議ですね。麺の太さと比例しないんですね。スープ熱いし、塩分が効いてきてますね、ここに来て。考えてみたら、塩 21g やめろって言われたら結構きついですもんね。単体の塩だったらね。あ、これ、スープ飲みますの一番難関ですね。美味しいんですけど、熱い。オイルがしっかり入ってるんで。これか、この壁見ながら食べてますからね、なんか変な感じですけどね。
そや醤油だからでしょうね。味噌や白湯よりも味噌の方のが塩分高かったはずなんですけど、一杯目ってのはあるかもしれませんけど、塩分感じるな醤油だね。そういえば特に意味はないですけど、あれですね、水飲まない縛りでやってますね。不思議ですね。余計塩分きつない。粘膜を完全に抜きましたね。スープだ。結構あったかな。これ。これ3杯食べてるからだと思いますけど、1杯だったら多分そのスープ飲みを干してる派の満足度満たすのはこれ一番満足度あるかもしれません。スープの飲み具材しっかりとありますからね。なんかこれを3杯目に持ってくるには、あれですけど、仕方ない。まず運を上げてから1等で勝たないといけませんからね。価値を狙いに行ってからで運を上げても仕方ないですからね。ちなみにそうや、金鉄じゃあ言って始めましたけど、これでね、それで飛んできますか、だからね、これは、まあ、これできついところでしょ。これはね、コンビニでね、買ったんでね、そうすればね、とりあえず現金減らさせるのに、ペイペイあたり使ってね、ユーペイあたり使ってね、よし、とりあえずそれでしのげますからね。自転車操業にとってね、現金残高と使えるお金っていうのをね、しっかりと見極めていかないといけませんからね。思ったよりきついな。正直ラーメン3杯だったら無駄だと思ってスープ飲むって言っちゃったけど、塩分きてるなこれ。塩取りすぎた時のクラクラ感きてますもんね。いけたー。あと単純に液体が3杯分入ってるんで胃がたっぷんたっぷん。時代なんで時間を置いたらこっちは良、くなりそうですけどね。そしたら今度多分喉の渇きがすげえことになりそうですけど、不思議だよね、液体でたっぷんたっぷんなのに。いったー。よしってことで、無事、雪かけで運を上げてね、一等いただいて、勝ちに、勝ち上がりましたんでね、これね、もう絶対ちょっと見方いますからね、早速、今、胃にあるうちにね、これが胃に溜まってるうちにね、買っていきましょう。とりあえずごちそうさまでした。